はい、ご無沙汰です。今日はこのディレクターズカット版1の続きですね。確か6日目からかな、6日目から見ていきましょう。はい、こちらのサムネイルのやつ。この日あたりからなんか動き出してたんじゃないですかね。やっとなんか出てきたって感じです、その寝床から。なんかずっとこっちをチラチラ見てます。でポンちゃんめちゃくちゃ水飲んでたんで、やっぱこうちっちゃかったですね。でも動いてくると思わなかったんで、この時は。でなんかコメントでちっちゃすぎるって指摘してもらって、なんか後々超でかいのにした気がします。タッパーとか使ってた気がする。何が起きたんだお前、これ。何がひっちゃかめっちゃかりしてんの。なんでお前俺の手袋持ってってんの、そっちに。なんか布欲しいのかな、寒いの。それで水飲んだね、全部。あ、芋食ったんじゃない？お、芋食った。もう一個大きくなったんだよね。あ、食べたね。いいじゃん、いいじゃん。芋を昨日食べたんで、またさつまいも。ほら、また夜食べな。置いとくからね。分かったよ、待って。今部屋を設置するから、ちょっと待ってね。でかい、でかいんだお前。はい、ポンちゃん設置完了。おやすみなさい。ドッグフードと、なんか柔らかいドッグフード、ドッグフードとさつまいもと水、昨日も水完食してました。多分左側をぶつけたっていうか、車当たったと思うんで、なんかね、左の目が充血してて、この時なんか触って分かったっすけど、まだ充血の目が赤いんですよね。多分その、あ、ほら、赤い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 。やっぱ左側衝突しちゃうんですよね。左の目が赤いです。はい、それでは9日目です。はい、あれ8日目だ、8日目。あのコメントで、まずは8日目から助言いただいて、このさつまいもとかと、あとこれ蜂蜜を溶かしたお水で、あと水めっちゃ飲むんで
タッパーしかなかったけど超大容量になりました。水これでどんだけ飲むかだね。これ以上飲んだらさどうしようかな。タッパーがどんどん増えていくよ。こんな感じでちょっと今日は置いといてみようと思います。あ、そう、バナナ甘いのが好きみたいなんで、とりあえずこれで自分でちょっと食べれるようになってきたんで一旦これで休みます。見てますこっちを。この辺りからポンちゃんの本領発揮してましたね。今思い返せばあのこんなフェンスたやすい。めちゃ食ってんじゃん、いいじゃん。何が起きたのお前、これめちゃくちゃ暴れたのお前。あ、爪の当たる。でもあの毎回脱走した後ちゃんとここに戻ってるってことは一応家だと思ったんですね、自分の穴蔵っていうか。いやーこんな低いフェンス余裕だねポンちゃん。あの最後の方まで見た方は分かると思いますけどかなり登りますからね。タヌキがこんなに登れると思わなかったですよ。いつ見てもでかいなポンちゃん。普通にさ道で見るタヌキこんなでかくないよ。はい、ポンちゃんの家の仕様をちょっと変えました。なんか歩けるようにいきなりなったんで、もうそろそろ山に帰れるんじゃないかな。ちょっと明後日ぐらいに一回外歩かせてみようと思います。保護10日目。ここは定点カメラの映像ですかね多分。なんで出たのか調べたかったんだと思います。なんでって、じゃあなんでじゃねえや、どうやって出たか。ここら辺からタヌキの行動時間、行動開始する時間が分かってきたっていうか、大体の時間を把握できるようになりましたね。この定点カメラすることによって、なんか夕方の6時とか7時ぐらいに一回動いて、その後はもう完全に引きこもって、あとは夜中から朝の7時とかそこら辺がなんか結構めちゃ動いてましたね。なんかドッグフードやっぱ食わなかったっすねポンちゃんは。何、芋か、芋と
何食ったんだろう。芋か。あ、鶏肉か。結構野生にあるものしか食ってなかった気がします。あ、これ今さつまいもですね。さつまいも食ってる。そんなこぼさなくてもさ、そのまま食ってよ。この辺りは多分、立てるようになったって感じですかね。まだなんかビッコ引いてた気がします。そのこの後に外に出した時に、この頃は結構もう雪が積もってた感じですね。なんかポンちゃんの、ポンちゃんのじゃないや、ポンちゃんを見つけたところに車で行ってみた時も、もうあそこら辺はものすごかったです。あの近くの種山高原、あのキャンプ場があるところはもうあの封鎖されるぐらい雪がすごい感じのとこなんで、ポンちゃんが作ってた穴蔵もまあもちろん埋まってたんじゃないですか。もうイモめっちゃ食うね。なんかね、ちょっと食ってね、ポンってなんか投げて、ちょっと食ってポンって投げてっていう感じで、結構贅沢に食ってました。はい、ではこれは11日目ですかね、あれかな。あ、11日目だ。なんか立てるようになったんで、自分で歩くかどうか外に出してみようっていう作戦です。まあちょっと見てみましょう。これちょっと変えないと、そっち行って、そっち動いてない、ちょっと動いて、そっちもうおしっこしてんじゃん、これ。
じいちゃん。総集編、第2弾はこれで終わりですかね、そろそろ。第3弾、やるので、またその時。よいしょ。